家好，欢迎来到 C Fashion， 我是东京的主持人杨子。那今天我们来到的是涉谷的 Haruko。Haruko 呢是在东京非常有历史的商场哦，里面有一些男生的品牌的话，有 CDG， 有 Undercover， 还有 Issey Miyake。所以男生的朋友到东京来逛物的话，不能错过这里 Haruko 哦，因为里面有很多特别的款式。那我们一起去看一下。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日お買い物ですか？そうなんです。あ、そうなんです。久々に渋谷に。あ、そうなんですか。はい、え、やっぱりパルコとか行かれるんですか？あ、パルコたまに行きます。この通りはもうね、有名な通りなんです。あ、そうなんですね、はい。やっぱり渋谷でお買い物って言ったらここですか？まあ、プラッと見て、いいのがあれば来るかなっていう感じの場所です。お名前ぜひよかったら自己紹介。あ、小野寺純と申します。あの、サッカーをしてまして、日本で。サッカーされてるんですか？そうですよ、サッカーしてまして、まあもう引退しちゃったんですけど。ああ、そうなんですね、はい、ポジションは？ポジションゴールキーパーです。キーパー、おそれボクシングいらない、違う違う、キーパーです。キーパーさん、はい、すごいですね。やっぱじゃあサッカー選手の皆さんってやっぱりおしゃれですよね、はい、まあ結構周りの選手がね、そうですよね、あのおしゃれな人が多いし、モテますもんね。そうね、アパレルの人とかも結構知り合いが多いので。そうですよね、はい、やっぱ皆さん服に気使われてるんですね。そうですね、今日のなんかテーマとかあるんですか？テーマは、まあ、僕の知ってる社長さんがやってるブランド、バンクスっていうブランドがあって、そうです、バンクス、バンクス、で、まあ、それ普段もバンクスで、そうで、まあスニーカーはリーボックの、あ、これ流行ってるやつですね。そう、ポンピューリ、これいいですよね、歩きやすいですよね。歩きやすい、めっちゃ歩きやすい。なるほど、久々に履いたなるほど、いい、他に好きなブランドとか？そうですね、あとは、まあ、同じ会社の社長さんがやってる TCSS っていうブランド、TCSS、それも、そう、それもオーストラリアから、そう、オーストラリアのブランドなんですね。そう、ブランドがあって、まあ、それも結構みんなおしゃれで、僕たちの仲間もみんな来てたりしてます。じゃあ今年挑戦してみたい、この夏挑戦してみたい、はい、ファッションアイテムだったり何かありますか？もうちょっとね、もうちょっと短いやつショートパンツ、もうちょっと、それ以上いくんです？こんぐらい来てるんですよ。本当ですか？流行ってるんですか、それは？なんか日本ではね、結構流行ってる、みんな結構短い、あ、女の子みたいな、みんな履いてる。あんな行くんですか？そうそう、あんぐらい行くのがいいっぽいです。じゃあぜひ挑戦してみてください。チャレンジします。ありがとうございました。ありがとうございます。